はい、皆さんこんにちは、けしまるです。さあ本日は前回のブラシ紹介の動画の第2弾ということで、私が普段よく使うツールをご紹介します。ブラシと同様、このチャンネルで何回かご紹介したもののまとめ編になります。早速やっていこう。ツール紹介1、直線ツール。直線ツールは定規なしでもまっすぐな線を引くことができるツールです。ツールプロパティでブラシサイズを変更したり、入れ抜きを設定すれば、このように消え入るように描画することができます。主に書き起こしでもトレースでもファースとは異なる角度の線が必要で、なおかつそのものが簡単に書けるものの時に使います。例えばこのような背景で、この線だけパースの角度が外れている場合、パース定規をオフにして直線ツールで書き込んでいきます。それから背景の線を特に綺麗に書きたい時などに、背景の主線を書くのにも使用しています。ツール紹介に、曲線ツール。曲線ツールはフリーハンドではヨレヨレして書きにくい長いストロークの曲線を書くときに使います。こちらも直線ツール同様、ブラシサイズは自由に変更可能で、入り抜きも設定できます。ツールプロパティのこのレンチのマーク、サブツール詳細パレットを表示すると、直線、二次ベジェ、三次ベジェとあります。二次ベジェですと曲線の盛り上がりを1点で決めることになりますが、三次ベジェですと曲線の盛り上がりを2点で決められるので、よりカーブの形を操作しやすいと思います。私は二次ベジェで使い慣れているのでこのままですが、三次ベジェが便利だという方もいますので、気になる方は設定で変更してみてください。このツールはカーテンを描くときや、丸みのあるソファー、椅子、コップなどの曲線が必要な様々なシーンで使用します。ツール紹介3、楕円ツール。楕円ツールは円形のものを描くときに使用します。こちらもツールプロパティでサイズを調整できますが、直線、曲線ツールのように入り抜きは設定できません。ですので用途によっては、描画後に曲線ツールで入り抜きになるように加工したり、消しゴムでカットしたりして使います。楕円ツールはパース定規が有効になっているとき、パースの傾きに合った角度の円を描くことができます。このように望んだパースにうまいこと合わせられないときは、不要な方向だけパース定規をオフにすれば、一定方向だけに合わせて描画できます。こちらは円形のもの、主にコップやお皿、天井の照明など幅広く使えます。続いては定規ツールの紹介ですが、その前にご質問2点にお答えしようと思います。クリスタの完成ファイルなどもダウンロードできるようにしていただけたらとても助かります、というご要望をいただいたのですが、もしかしたら商標用などに使われてしまうという、そういう可能性もあるので、申し訳ないですが、今のところダウンロードできる形にはしない予定です。はい、続いて、背景を上手に描くにはどうすればいいですか、というご質問ですが、これはですね、描いては研究して、また描いては研究してを繰り返すしかないかなと思います。あとは綺麗に描きたい、リアリティがあるように表現するにはどうすればいいのか、トーンの向きや削りの位置など、実際にやってみて直していくのが一番いいのかなと思います。皆さんコメント本当にありがとうございます。いつもとっても嬉しく拝見しております。はい、それではツール紹介に戻ります。続いては定規ツールです。定規ツール1、パース定規。背景を描くときに欠かせないパース定規、レイヤーを右クリックして作成する場合、1点通し、2点通し、3点通しを選択して作成することができます。もう一つの作成方法は、こちらの定規からパース定規を選択し、レイヤーにドラッグすると簡単にパース定規を作成できます。このやり方のメリットは、当たりの角度に合わせたパース定規が簡単に作成できることです。パース定規のオンオフについては、こちらの動画で細かく解説しているので、気になる方は参考にしてみてください。パース定規は書き起こしの時はもちろん、様々な角度が出てくるトレース作業でも使用します。定規ツールに平行線定規。一つ前に紹介したパース定規を使って背景を描いている時、一部パースに沿わないものが出てきた時に使います。平行線定規はこちらの定規の中から特殊定規を選択します。そうすると下のツールプロパティに特殊定規が表示されますので、その中から平行線定規を選んでください。最初のツールでご紹介した直線
線ツールで書いてもいいのですが、線の本数が多い場合、直線ツールだと方向をきれいに合わせるのが難しくなってしまいます。その時にこの平行線定規を使います。一定方向にしか線を引けませんが、一部角度の違う線を書きたい時にとても便利です。ですが、この箱のようにいろんな角度が必要になる場合、平行線定規では書ききれません。その場合はアイラインは同じ高さにして、もう一つ箱専用のパース定規を設定しましょう。パース定規が設定されているレイヤーをコピペして、パース定規を箱に合わせて書いてもいいと思います。これだとアイレベルを合わせやすいです。こうすれば角度違いのものを違和感なく描くことができます。定規ツール3、同心円定規。同心円定規は先ほどご紹介した楕円ツールと同様に、円形のものを描くときにとても便利なツールです。同心円定規は平行線定規と同様に、定規の中の特殊定規を選択するとツールプロパティに項目が表示されますので、その中から選択してください。同心円定規を作成するとき、キーボードのシフトを押しながら操作すると正円を作れたり、軸をまっすぐに設定することができます。真ん中の線の上にある青い点をクリックして動かすと、円の形や大きさを変更することができます。また直線上の小さい点は円の軸を動かすことができ、円の傾きを変えることができます。円自体をそのまま移動させたいときは、点や中心部分ではなく軸や円自体に触れてから移動させると動きます。同心円定規の一番のメリットはペンで描画できるということです。先ほどご紹介した楕円ツールでは閉じた状態でしか円を描画できませんでしたが、この同心円定規を使えば入り抜きはもちろん、円の強弱も自由に表現できます。こちらのツールも円形のものを描くときに使用しています。細かいものは楕円定規でパパッと描くことがありますが、最近は円形のものを描くとなったらこの同心円定規を使っています。とても便利な定規だと思います。ツール紹介おまけ、線幅修正。こちらは描画した線の幅を細くしたり太くしたりと修正できるツールです。別で作業した小物などがキャラクターの線や背景の線と線の太さが合わない時などに応急処置で使えるツールです。線修正をクリックするといくつか項目が出てくるので、その中から線幅修正を選びます。どのぐらい線を修正したいのかによってサイズを決める感じです。私は使い回しの小物などによくこの線幅修正を使います。ですが、そこまで綺麗に線を調節できるわけでもないので、目立つ部分の線の修正は書き直しをおすすめします。はい、ということでいかがだったでしょうか。2回にわたって初心者さん向けのブラシとツールをご紹介しました。どれも基本的なものばかりですので、そこまで難しいものはないかなと思います。今回ご紹介したブラシやツールを使いこなせれば作業がとても楽になると思いますので、よければ皆さんも使ってみてください。この動画が皆さんの作業効率アップにつながれば嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた動画あげます。バイバーイ。